銃は、合図藩における、藩士の指定を教育する組織。同様の組織に、薩摩藩の、後中がある。やからからかやや、ありさらな、あらからやりやや、笑い、や、概要イコールイコール場内の区域を、辺という単位に分け、辺を細分して、10という藩士の指定のグループに分けた。銃では、銃長というリーダーが選ばれ、銃長は毎日、 銃の構成員の家の座敷を臨番で借りて、銃の構成員を集めて、口述の七箇条からなる銃の掟き手を訓示した。銃長は、訓示だけでなく、反省会も行い、違反したとされる構成員は、審問を受け、違反した事実があれば年長者との話し合いのもと、無念、疾病、はぎりといった制裁が実施された。順に厳しく、無念は、口頭謝罪。 疾病は、疾病、歯切りは銃からの追放である。銃の起きては、ベストセラーとなった、藤原正彦の著書、国家の品格でも紹介され、合図出身の元衆議院議員の渡辺光三も、たびたび引用したことから全国的にも知られるようになり、学校でのいじめなどが、社会問題化する中、テレビドラマ、白虎隊などでも取り上げられ、教育関係者の注目も集めた。 なお、銃の掟の現代版として、藍津若松氏が、藍津っ子宣言を策定したほか、最後の一節、ならぬことはならぬものですを引用した、NN 運動が、福島県で展開されている。この、ならぬものは、ばかりが強調される嫌いがあるが、最も重要視されるのは、第一条、年長者の言うことに背いてはなりませぬ。第二条、年長者にはご辞儀をしなければなりませぬである。 ならぬことはならぬものです。ありがとうございます。